こんにちは、中島造園の中島です。埼玉県加須市で造園業を営んでおります。これから植木に関するお役に立つ情報をお話しします。夏とかはそうですね、まあ、夏は毛虫がつきやすい木なんで、例えばもう7月あたりから徐々につき始めて、虫も1種類じゃなくて、いろんな種類というか、まあ、2、3種類なんですけど、虫がつきやすいですね。まあ、だいたい、発生時期が、7月から10月ぐらいなんですけども、まあ、その時は消毒しないとどんどん被害が、その木だけじゃなくて周りの、まあ、例えば隣のお宅の柿の木にも被害が出ますので、結構そういった意味では迷惑になってしまいますね。はい、もう一つは、まあ、剪定することによって、まあ虫も、まあ、つく枝が減りますんで、あとそうですね、葉っぱも減りますので、剪定することによって、まあ、毛虫の方の被害も、まあ、減りますよね。はい、例えば葉が落ちる前に剪定して、もう葉っぱを取り除いたりすることもできますね。はい、落ち葉が、まあ、そこのお宅に落ちるんではなくて、まあ、風に乗って隣のお宅とか道路とかにも飛んでいって、迷惑になる場合がありますね。はい、本当に大きくなると、まあ、8メートルぐらいですか、まあ、一戸建て、まあ、2階建てのお宅ですと、もう2階の屋根ぐらいの大きさになりますので、まあ、そのぐらい大きくなると、まあ、手につけられない状況が多いですので、高さ的には、まあ、4メートルぐらいがベストですかね。はい、やっぱり落葉樹は、切る時期としては、葉が落ちてからなんで、まあ、12月から2月頃ですか、まあ、3月に入りますと、まあ、だんだんこう活動が始まりますので、その時期が一番いいですね。はい、やっぱり落葉して休眠期に入りますので、切ることによって木への負担が増えますので、それをまあ、あまり負担がかからない時期といいますか、木が疲れにくいといいますか、はい、やっぱりその時期がいいですね。はい、まあ、切った後の処理ということで、まあ、人間でいうと傷薬みたいなものが樹木専用にありますので、まあ、それを切り口に塗ることによって、ばい菌とか虫が入りにくいような形になりますので、はい、そういう方法もあります。中島造園は樹木の剪定、伐採、消毒などを行っております。ホームページもありますので検索してみてください。お気軽にご連絡ください。お待ちしております。